前々から林道先生とは反りが合わないというか、私ちょっと目をつけられてたんだ。それにしてもいきなり募集なんてあんまりだよね。そうだねじゃないでしょ。なくした本人が全く気づいてなかったなんて、悩んで損しちゃったん。でも私にも責任があるから、折を見て林道先生に謝って返してもらうわ。それでいいでしょ。そんなわけいかないでしょ。女の先生が職員室に置き忘れた指輪がなくなって、朝からちょっとした騒ぎになってるらしいんだ。詳しいことはわからないだけどね、その先生というのが林道先生らしいの。天罰だなんて悪いわよ。でも1時間目は林道先生の地理でしょ。彼女どんな顔してくるかちょっと興味はあるな。もしかしたら指輪の紛失事件と関係があるんですか。この手の話の電波速度は高速並みだな。一応イエスと言っておこう。しかし事実関係はまだ何も明らかになっていないし、プライバシーにも関わることだ。君たちも興味本位で詮索するのはやめた方がいいのではないかな。わかりました。すいませんでした。これで引き下がるような鈴見姉さんじゃないわよ。後で日下部先生から事件の情報を聞き出してやるわ。粘り腰取材の威力を見せてあげる。大量大量。日下部先生、朝の緊急職員会議に同席していたんだって。いろいろと聞き出してきたよ。
まずね、亡くなったのは林道先生が身の回りの貴重品、つまり部屋の鍵とかアクセサリーとかを入れていたポーチなんだって。そこよ、ポーチの中には問題の指輪も入っていたらしいんだけど、その指輪っていうのがね、どうやら恋人から送られたものらしくて、林道先生、指輪指輪って泣くわ、わめくわ、パニクるわで大変だったらしいので、日下部先生が言うには、その林道先生の姿がものすごかったんで、指輪というイメージが強調されて伝わったんだろうって。日下部先生も同じ女としてわからんでもないが、教育者としてはどうもなって言ってた。でもね、私一つ気になることがあるんだ。例の七角ペンダントのこと。亡くなったのは貴重品を入れるポーチよ。もしペンダントをポーチにしまっていたら、一緒に亡くなったってことよ。ああそうかじゃないでしょ。あれを進くんに返すまでは私は枕を高くして眠れないんだからね。緊張感ないんだから。でもいいこと思いついた。進くんの取材も手伝うけど、それと一緒に私この事件も追うわ。手がかりを見つけてやるわ。そしてペンダントも取り戻さなきゃね。いいかしら、お二人さん。うん、ほら、例の林道先生のポーチ紛失事件って聞いてるでしょ。たけし君、何か情報掴んでない？そっか、たけし君なら何か知ってると思ったんだけど、残念ね。大きなお世話よ。
ちに連絡して。ダメよアキちゃん、たけし君にまともに付き合っちゃ。たけし君も女性のプライベートな部分を詮索するもんじゃないわよ。なあ、ここでも収穫なしか。七角ペンダントがポーチに入っていたかどうか未だにわからないのよ。そんなわけいかないでしょ。私がペンダントを没収されなきゃこんなことにはならなかったんだから。あら、そう、いいわよ。聞こえる？だったら原因は男子よ、男子部員。嫌な人間というのは少ないんだけど、多いのよね。デリカシーが絶望的に欠如しているのが。でもうちの運動部はそんなに強くはないけど、みんな真面目に練習するし、純粋なスポーツ好きが集まっているのよね。進くんはスポーツの方はどうだっけ？そうなんだ。じゃあお好みの種目とかはある？へえ、なんか嬉しいな。じゃない。
いろいろあるものね。中にはわけのわからないものもあったけど。進むくん、取材メモはちゃんと取れた？なんだか頼りないわね。じゃあ秘密兵器を出すか。ほら、アキちゃん出番だよ。アキちゃん記憶力すごいのよ。一度聞いたことは一言一句忘れないんだから。私、記憶力に自信なんかないよ。まあいいからいいから。さ、始めて、アキちゃん。